享誉国际的日本建筑大师威严吾建筑创作遍及全球，展览中以孔洞、倾斜、粒子、时间等四种获取灵感的工具为主题，结合灵感与场域之间的关系，将不同场域的文化能量转译成建筑形态，呈现威严吾独特的建筑风格。タイトルは場所インスピレーションというタイトルです。場所というのはですね、僕が建築を設計するときに一番大事にしていることです。それぞれの場所、それぞれの場所の力とか、それぞれの場所のエネルギーみたいなものをどういうふうにして建築という形に翻訳するかという作業を僕はし続けているわけです。場所からいろんなインスピレーションが湧いてくる、場所からインスピレーションをもらってる、そういうのが僕の建築の力になっていると思います。威严吾认为，建筑的功能不应该成为环境中的阻碍，而是连接人与环境的桥梁。展览中精选六件文化机构建筑作品，其中四件首次在台湾展出，包括位在日本的村上春树图书馆、东京工业大学 Taki Plaza、GC 此刻博物馆研究中心，以及位于菲律宾的祖先的智慧博物馆，还有贴满他随手拍摄照片的灵感墙。今回そういう4つのテーマに沿って、4つの作品が展示されている。それからそれぞれのテーマに沿って僕が世界中から集めてきた場所の、小さなイメージが集められている。僕が切り取った場所のイメージなので、その切り取り方の中にも、僕の建築のいろんなヒントが隠れているかもしれないんです。その辺をぜひ楽しんでいただきたいと思います。台湾展、このコロナの時期の台湾展、僕にとっても忘れられないものになると思いますが、皆さんにとっても忘れられない体験になると思います。威严吾还特别为展览创作了一件全新的户外装置折箱，灵感取材自日本茶室与传统折纸文化，将日本传统文化与台湾场域进行对话交流。而展览从7月24日起展出到9月12号，欢迎民众线上预约免费参观。记者林习惠台北报道。